KRD8 は2013年に兵庫県姫路市を PR するために結成された日本の8人組女性ローカルアイドル。姫路ふるさと大使。フォースシングルがオリコンデイリー1位、シックスシングルがオリコンウィークリー10位を記録。事務所は姫路市の経営者15人がプロデューサーを務める一般社団法人姫路応援プロジェクト。同事務所に妹分ユニット、 WTE グロットとアーティスト部門と研修生がある。2014年の NHK 大河ドラマ、軍師、官兵衛放送に伴い、姫路商工会議所青年部により企画された KRD24 プロジェクトにより、18歳から26歳の女性13名で結成。同年2月23日に NHK、軍師、官兵衛大河ドラマ間賑わい、ステージにて、 初ライブを行った。同年6月11日に戦国時代を背景に活躍する魔法少女をモチーフに作られたライララ恋せよを止め君との未来の3曲のオリジナルソングで CD デビュー。グループ名は黒田官兵衛の黒田からの KRD に黒田氏に仕えた精鋭黒田八虎にちなんだ八を組み合わせて命名されておりメンバーは郷土の歴史や 文化などの研修を受け、活動の中で、郷土間の溢れた語り部として、同世代の若者へ伝承する役割を担い、結成1年目は、姫路市の行政イベントを中心に出演し、地域振興、地域発信に貢献している。また、2014年度の NHK 恋する地元キャンペーンの兵庫県代表に選ばれている。結成当初は、軍師、 韓米放送期間終了をもって活動を終了する予定であったが、姫路商工会議所青年部の管轄から離れることが発表され、同年4月より一般社団法人姫路応援プロジェクトが運営を引き継いでいる。事務所内には3期研修生を中心に構成されたユニット WTE グロットのほか、ソロユニット研修生グループがある。2018年12月、 所属事務所が所有する KRD8 グループ専用の常設劇場ホップシアターが姫路市内にオープン。順位はオリコンウィークリーチャート最高位。シングルアルバム DVD、シングルアルバム、ありがとうございます。